これは多分夢だ。たまに最初から夢だってわかる時がある。こういう夢は忘れない。いや、もともと忘れられない記憶を見ているととほど鮮明に夢の内容を覚えてるものだよね。ソフィア様、もう就寝のお時間です。お部屋にお戻りください。うん、わかったよ。覚えてる。帝王ヒンベルトリアがパトとの接触を1ヶ月禁止した期間、私は楽しみを奪われた子供のようにただパトたちがいる方向を眺めることしかできなかった。メルトリア様なんて嫌いだ。ずっと私を手嫌いして何もしてないのに本当に大嫌い。ただ嫌われてるだけなら我慢できる。だけど私から楽しみを奪うなんて、私が帝王ヒン候補から外れてパトの専属ヒンになる、それの何がいけないことなの。ソフィア、あなたは生きててはいけない。ご主人と私の未来にあなたはいらない。世界のために消えてしまえ。なんせ、メリア。ずっとずっと、監獄島で記憶を取り戻してから時々見る。私の悪夢、許せたことなのに。熱いな。もうお昼の時間じゃん。なんで起こしてくれなかったの。夜遅かったから起こされても起きないけど。すごくうるさかった。目覚ましの中でよく起きないね。カナちゃんは、ちゃんと耳聞こえてるのかな。カナちゃんのデイブ、ソフィアの方がデイブ。うん、しっかり耳も良好だね。私デブじゃないけども。お腹すいた。何か食べたい。カナちゃん、お腹すいたから食べてくるけど、何かいる。A5 ランクの高級肉。了解、じゃあ牛丼ねそろそろ出ていかないとまずいよね。今日で24日、こんな豪勢な宿に泊まりっきりだよ。絶対お金やばいよね。お金は全部メリアに任せてるし大丈夫じゃないかな。その金庫番が消えたって話なんだけどね。それも残念ながら帝王神メルトリアが原因と来たからね。最悪もう二度とメリアとは会えないかもね。ドライだね。どうにかしようって風にはならないの。どうにかしようって考えるけど、私も過去に一度帝王神メルトリアに殺されかけてる。世界最強の存在、以前のパトですら帝王神メルトリアには勝てなかったほどだからね。帝王神が死ねと言ったら死ぬしかない。それだけ絶対的存在なんだよ。今までメリアを野放しにしていたのに今更本人直接メリアを連れて行った。一時的に預かる程度なら帰ってくるし、何かしらの反感を得ていたらこのまま帰ってこない可能性もある。下手に首を突っ込めば私たち全員死刑だってあるよ。私なんて特にだね。昨日からソフィアの様子がおかしい。原因が分かった途端にすごく消極的。いや、むしろ関わりたくないって露骨に出てる感じ。ソフィアからしたら一度自分を殺そうとした存在。しかも過去現役時代ですら勝てないのに、今は何かしら力を封印されている。きっとすごく怖いんだろうね。じゃあパトはどうするの。パトは多分だけど大丈夫。そっちも見当はついたから。専属神アリシアだよね。でもミエルも連れて行かれた。安心できる状況じゃないと思うけど。そうだね。でもパトはまだ大丈夫。要件が済めばきっと帰ってくる。アリシアは賢いから無謀なことに賛同はしない。いくらパトの意見でもね。今はどう焦っても仕方ない。パトは帰ってくる。そう信じて私たちは準備をするしかないんだよ。パトはきっと、いや、必ずメリアを取り戻そうとするからね。なら私たちはその無謀に全力でお手伝いしてあげないといけない。どうせパトから無茶なお願いしてくるのは目に見えてるんだし、準備してなんぼだよね。やあやあ、コトカちゃんのお目目は順調かな。ソフィアちゃん。おはよう、多分順調だよ。今は体内のオーラを感じる特訓かな。オーラの感覚をつかまないと、目にオーラを宿すってことも、できないから。ことかも大変そうだね。今後必要となることだから仕方ないけど。吐くのでステナも無事終わったし、各自のタイミングで特訓に戻ってね。それでセッカちゃんはどこ？イギリスに行っちゃった。やっぱりいても立ってもいられなかったか。まあでもずっと凹んでるセッカを見てても気持ちのいいもんじゃないし、好きなようにさせたらいいんじゃないかな。どうせ私たちも今からパトが帰ってくるまでは待機するしかないし、おのおの動いても別に不都合もないし、私も別に問題ないよ。それで他に何か変化はあった？あったぜ。昨日エテルが主に召喚されたぜ。すごくお面邪魔だなー。あと頭がカラフルだった子が髪を染め直してセッカと一緒にどこかに行ったよねー。昨日の夜、セッカ様が出かけるときに、ムーナさんも一緒に行ったんだ。大丈夫だったかな？別にいいんじゃないかな。別にこっちの情報なんて何も持ってないんだし、戻ったところで何も心配いらないよ。どちらにせよ東京来た時に悪神教とドンパチやってるわけだし、相手からしたら敵の顔は理解してるよねー。それにしてもエテルが次に召喚されたか。つまり昨日の段階ではまだ生きてる。だけど何かしらの問題に当たってるのは間違いないね。だとすればまだ数日。いや最悪数ヶ月は帰ってこないかも。
ただただぼんやり止まってても仕方ないし、宿から離れてこの空間で私もやれることをやろう。時間がある時にやりたいこともあったし。確か私たちの講座、せっかちゃんは知ってたよね。電話してお金関係をやってもらって、私たちはかなちゃんの空間で過ごそうよ。オッケー、それじゃあ東京に来る前の状態に戻すんだね。中先生、ことかちゃんの覚醒を利用した数だけど、オーラの才能は皆無みたいだね。才能があったら2日もあればできると思ってたんだけど。あ、わかる、わかりますよ。身も心も全て解放したらオーラが私の体内で巡っているのがよくわかりますよ。原因かなでちゃんはすでにオーラの感覚を掴んでる。なんで電話なのかはわからないけど。あ、仕事が、もしこれで戻って仕事がなくなったらこれで頭を割って死んではびよう。きっと鬼族の人たちが美味しく空気を食べてくれるっす。今思うとアリシアたちが苦戦を強いるレベルの相手なら攻撃型の従属が呼ばれないのも納得だ。多分残り3人は絶対に呼ばれないね。私はパパが帰ってくる間、帝王シンベルトリアから課せられた封印、これを解く準備をしようか。私が記憶を失ってる間に私の力を勝手に封印するっていう置き土産をしてくれたおかげで、私はずっと意識異能を全然使えなかったわけだし、ここで一つでも解除して意識異能が少しでも扱えるようになればいいんだけどね。監獄島から東京に行くまでの間、かなちゃんの次元世界の中にいた5年間で数える程度だけど、何度か解除にチャレンジしたことがあった。結果全部失敗。そもそも成功条件が一切わからないものから、おそらくある程度鍵の解除をしていないと攻略困難なものまであった。そう考えた場合、解除には順番がある。でもこの解除は本当に難しい。何せ何が解除条件かがはっきりわからない。例えるなら大きな屋敷に入って、その中から特定の解除方法を見つけろって言ってるようなものだからね。そうやっていろいろ試行錯誤した結果、一番私にとって受けやすい試練の鍵が定まっている。でもそれも受けやすいってだけで、未だに解除条件はわからない。そもそも明確なゴールの存在や目的が存在しないから、何が正しいのかわからない手探り状態だから、ある程度試練を受ける時間と考察する時間が欲しい。ハートキー、まずはこの鍵の解除に注力を注ぐ。この空間はマリアからカナちゃんに行ってもらって、毎回必ず作ってもらっている部屋、最奥に位置する私専用の部屋。私の持つ意識異能、その調整や訓練をするときはこの部屋以外では行ってはならない。そう約束している。そもそも少しでも使えば体の損傷がひどいから、私自身今まで本当に最終手段としてしか使ってこなかったんだけどね。さあ始めようか。パパが帰ってくる間、帝王神から課された難題なパズルを。試練開始は鍵に意識を集中するだけでいい。別に方法は変わない。だけど私以外は意味がなく、第三者が介入することは不可能。そして試練中、外部からは誰も私に干渉できない。たとえ地割れが起きて地中深くに落ちても無傷、だけど生き埋めってことになるってことだね。怖い怖い。まずは1回目、前回を含めたら6回目くらい、もうどんな試練だったかも忘れちゃった。性格が悪くて意地の悪い帝王神の難問を解き明かしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから、見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。